はい。まあ、ちょっと洗おうか。これは負ける人がおきね。あ、そう。そのまま触ったらもう大事。へえ。手が痒くなって負ける人が。で手負ける人は手袋しない。初めて聞いた。で、ここを取るのよ。ここね。うん。こんなほら、袴みたいなあの。袴。これを取ってのけないかん。この分を、この分を。これ何言うか知らんけど。この分をのけたらね。こういうふうにする。うん。こうやって、このくらいに乗っけるわけ。はい。これ触ったらもう、私も負けよったけど。へぇ。一生もうかゆうてかゆうて。でアレルギーも好きね。あ、そうなんや。おばあちゃんのお友達が食べれん人がある。まず下に皮を剥ぐ。皮もこう、うん、まあ気持ちよさそうな音がするね。これはもう本当にあの最初に負けて4つとかだったけど、最初に手袋してやったら大丈夫。そうなんや。負けるような初めて聞いた。これはね、アレルギーを起こす人がおるのよ。食べて。食べて。私の友達に一人を。そんなの。人によったらね。まあ体質ってあるからね。ほんで、この、大体。この巣の長さに切っといたら、うん、大体この長さに切って、うん、歯元気ね、長い。ああ、なるほど。これはそうや。全部ね、いっぱいになる。そうやね。必要な分量だけやったら置けるがやね、琉球って。そんな何日も置けるね。うん。これ綺麗に皮を剥く。昨日やったら綺麗に見てたけど、置いたらね。本当に綺麗に手を洗わんと。これはかゆいよ。あ、かゆい。負ける人は。うん。どうもない人もおるけどね。体質によるね。うん。で、体もよね。うん。まあ、これは言うたら、体もかも。
種類がないとか、なんかほら、あのお芋あるおったらもう手がかゆうてたまらん人おるやろ。おるやろって分からんけど、 おばあちゃんが負けろ、うん、そんなこと言うたかね。うん、青が綺麗にも、うん、そうやって剥ぎよったがいね、これ琉球って。え、琉球皮こうやって剥ぎよったって知らんかった。いや、こんなことして剥がんの、手でジャーっといけるけ。ちょっとこれちょっと火を置いたけ、うん、ゆべやったきれいに剥けた。これね、これも、いや、剥げてないのか、これ剥げてないからこうやって剥げるの。ああ。皮が。私のは、うん、おばあちゃんになるおたがやき、やり方行く通りもあると思うけね。はい。子供の時なろうたの。うん。なりようか。なろうたのは何をなろうた、琉球の。これ、うん、お寿司をこの琉球でね、お寿司するのはおばあちゃんになろうた。ひばちゃん、おばあちゃん、私のおばあちゃん、おじいちゃんのお母さん、うん、これはかなりたっぷりの味やでね。そうなんや、うん、もったいない、たっぷりの塩かけて、うん、もみ込む。うん、10分くらい置いたら、うん、しんなりしてくるけど、下手絞ってね、うん、他水出しを10分くらいするんやったと思う、うん、その時期しか作れんきね。そんなことはない、冷凍しておいて作る。あ、そう、冷凍らしちょったかい。冷凍しといて作るような機器がこれあるのよね、これ。田舎の人とじゃないと銭湯のけど、うん、まあでも琉球は本当に美味しい。さあ、やはやかゆうなりってか、へえ、たっぷりのお塩してこれ10分置かないか。はい、これで10分置く、うん、10分ば、はい、10分ば置いたらこうお汁がどうか出てくる。そしたら絞る、うん、はい、あんた絞ってね。うん、わかった。力がない、うん、どうしたらこれもったいないきね。まあ、ええわね。これに合う好きね、はい、4本の。店頭でやらな、わからんけ、これ。うん。そんな、いちいちな、わからん。それは何？お酢。うん。米酢を3分の1ぐらい。はい。出ればかね、これ。もっと入れてたんじゃない？どうやろ。
お砂糖ね、はい、甘いのが嫌いな人と好きな人おるやろ。で自分のお口に合わせたらいいの、はい、甘いのが好きな人は余計入れて構うし、はい、おばあちゃんはどれば入れる言ったら、この砂糖、うん、これに使う気かな。同じねだ。同じことする。うん。全く一緒。砂糖舐める必要があった今。おばあちゃんこれ大さじ3杯分入れたね。結構入れるね。うん。おばあちゃん甘とい。うん。3杯分入れた。なんかお塩小さじ半分くらい。はい。あとこれは自分のお口に合わせたらいいよね。わ、うん、からんどうし。半分以上入れた。はい。調合したお酢も売りようから、こんなややこしい人はどれ買いやすいのか。おばあちゃんも自分で作る。まあ作りたいって思う人もおるきね。これ以上沸かしたらいかん。うん。ほら、これ以上沸かしたらいかん。十分沸いてない。こうやったらね、あのツンとくるのがない、お酢の。おお。おばあちゃんはこれくらいですよ。うん。これつけないかんき、これ入れてこうか。あれつけないかん。あれって？これを。こんなに簡単にできるか。まあ手間暇かかるわね。簡単そうで簡単じゃ。簡単そうとは思わなかったけど。はい、これが甘酢。はい、まだほらお塩はみじんじゃない。塩はみじん、なかなかにじんできたらどうしんなりするんかね。また自分の塩でもんで、絞っといて、うん、それかあの水でつけてね、この塩出しをせんといけ、うん、色が変色するけ、これあんまりグズグズやったらいかん。あこれはほんとあんまり置いたらこの色が薄れて、うん、もうこれおばちゃんしようか自分で。もういいの？もう10分にはなったろ。まあ10分言わんたつと思う。やりこうならないかな。ああそうやって絞るんやね。
けど、これではできないね。こういうのじゃないと。ん？こんな丸いのでは、これではできんはずよ。どういうこと？お寿司は。まあ、やるか。この上で巻かない感じだけ。うん。ご飯置いて。ほんで、大きい料理の素だけでお寿司は作らねえか、うん、そういうこと忘れちゃった。あー、うん、こんなほら、大きい素だけで、うん、で、これ幅が広になるぞ、これくらいになる。ああ、なるほど、うん、ほら、綺麗にお寿司になるじゃん。うん、合わせたらいかんない。長いことおかんと。これらはまあまあいいよ、うん、それからあんまり長いこと置いたらね、色が変わるし、これ難しかったと思う。難しいんやね、うん、寄せねえかだったかもわからんね、これ。結構書き寄ったけど、足らんかったかい。真っ白いだから。この上ご飯を置くんだけど、うん、こう巻かないかんだけね。これはもうひっつけみたいにしかできんわ。いわ、ね、巻けな。でこの先の方では、うん、いかんということ忘れちゃったわ。で元の大きいところだけ、うん、また丸になるやろ、うん、切っても綺麗にならね。こうなっちゃうと美味しいな。あー、だいぶ絞らんといかんのよね。じゃあ すごくよね。うん、あのこの琉球じゃなくて、あの上の畑の琉球は柔らかいきね。あー、これは硬いけ、あれ柔らかい琉球って綺麗に作るけ。琉球も硬い柔らかいある。あ、うん、土地がほら、うん、なんか肥料が効いてなかったら硬いよね。うん、太陽がよく効いてるところは柔らかい、うん、だいぶ柔らかい。うまいね、しんなりしてきたね。今日はこれで我慢して。うん、大丈夫。気を切るだった。このすごく辛いでも、うん、塩出せない。うん、これを柔らかにしとかんと美味しくないきね。うん、あんまり長いことしよったら色がこんな綺麗な色じゃなくなる。あ、うん、もう塩だけじゃ。水で1本かけて塩だけ。はい、あんまりつけすぎたらもう白になる。はい、大体見よって。はい、これぎゅーっと縛る。
水につけちょったもんよね。綺麗な色やろ、うん、これ以上つけよったらね、色が変になるな。塩抜きしてからしっかり絞る。また塩抜きせないかん、10分ぐらいでね、うん、つけておいて綺麗に用意してくれんけ絞ろうか。水つけちゃったわね、これ、うん、10分つけちゃったろ。お塩全体まぶして、あの柔らこにして、うん、それから水抜きを10分したわけ。水抜きじゃない、塩抜き、うん、お塩が辛いから。ほんで10分つけたらね、あんまり長いことつけたらこの色がね、こんな色がされて白になるわけ。ほんで10分くらいの感じで、もうこれ、これで、ほんで、さっきほら、この甘酢を作ったわね、うん、甘酢を。甘酢を作るのはね、おばあちゃんこういう作り方しようが、一生のご飯を炊くときはね、200cc のあれを、うん、あれって何？ 200cc のお酢を使うわけ、一生のご飯やったら。うん、ほんで、2合するときはその2をかけていただいろ。ほら。で、200cc のお酢を、お酢、うん、200cc のお酢で、ほんで、お砂糖も、お、4、200、224、2合のあれでやるよ。どういうこと？あの、お砂糖、まあ、これ先つけるわね。つけとかね、うん、これも半日つけないかんねやけど、もう今日はできんけど、略す。これ間違ったから略します。これね、これも 3本じゃったら、お酢をおばあちゃんこれ、200cc の3分の1やったら3分の1ぐらいの量へ、うん、量のお酢へ、お砂糖を大さじ3杯入れてもね、それからお塩と、うん、お塩小さじ小さじへ1杯、それでこの甘酢作っちゅうの、それこう漬け込んでおくの、はい、これ本当半日漬け込まないか、結構漬けんというか、ね、これでします。はい、これはもう本当、これは自分の質、うん、下に合わせてるんやけね、うん、知らんよ、うん、ほんで お米一升の時だったらね、うん、200cc の、酢を使うわけ、うん、ほんだら5合やったら 100cc でいいわけよ、ほら、うん、そうやろ。ほんで3合やったら3分の1、うん、200cc の3分の1でいいの、うん、それからお砂糖もそういう考えで、一升へね、うん、一升へ何杯入れる？201kg、一升じゃ出たいたことないけ、3合ぐらいだけ、2、3、6、 200g、 300g ばかな入れて、うん、でお塩小さじ1杯ぐらいで、まあ、そんで自分の一生やったらってこと？自分の好きなようにお味をつけてもらったら、おばあちゃんもするたんび違うがやけど、だから一生やったら、そんなに一生やったら酢が 200cc に、砂糖が グラムなら、ね、砂糖が 400g で、塩が小さじ1杯、一生で 20g かなね、お塩が一緒やったらってことよね、うん、うん、ほんで、まあその検討でやる、うん、でこうやってた、あの、舐めてみてね、うん、自分、ほんで、はっきりした数字はよう出しません、はい、あのね、うん、だいたい2をかけていきなさい、2をかけてやるって、うん、それも教えてもらったのよ、うん、
どうに荷をかけてどう活用する。一緒やったら、一緒やったら結局はお酢が 200g になる。うん、でゴンゴやったら 100g、うん、ほんで3合やったら3分の1だよ、うん、そういうふうなそのくらいの割合でやりようがやる。それが荷をかけていくということ。そうよ、だいたいだいたいそういう分量でやっていくよ、うん、ほんでお砂糖は、お砂糖はほんで400g も入れるのかね。一緒だった、二人死になる、うん、けど 500g、 1kg、 これは何本入っちゃうの。 500g だろ、600g やき、うん、入れるかもわからんね。うん、400g 入れるかもわからん。結構入れるね、うん、一緒やったらよね。一緒やったら、うん、そういうふうなことは頭に漠然と入れて大体検討しながらやる。で塩が 40g、 そういうことね、うん、40ですね、一緒やったらよね、うん。作ったことないけど、ゴンゴーの時はお塩小さじ1杯ぐらいしか入れてないみたいな。うん、だいたいうちは3合やろ、3合しかせんする。うん、で3合作る時にはやっぱりお酢もこれの3分の1ぐらい、うん、で、まあケンと砂糖は、砂糖3合じゃった、大さじ3杯入れた今日。うん、うん、でお塩小さじ半分、うん、ぐらいの分量で、でそれで琉球漬け込むのと、それも酢飯はご飯に混ぜたらええってこと、その分量で。そうよ、これ全部、うん、そういう割合で作っちゅうわけ、おばあちゃんは、うん、だいたい検討でね、うん、舐めてみて、ああこれだったらいいわという感じで、うん、さあこれちょっとやご飯あったらご飯少し、うん、琉球がメインやのに、どんなの結局食べてみる時、うん、使ってないね。半日置かんってかんのよね。半日置かない。けどしたらいかんの。で待っちゃった。うん。これ。もうくっつけるがんだけでしょうか。くっつけるってどういうこと。くっつけていこう。切って。ね。くっつけるってどういうこと。ああいうふうに。握ってこう、うん、それを想定しちょったけど、握って上に置くの違う違う、本当は巻くの。あ、そうなの。ほんであれでできる、あっちの大きいので、うん、あったきのに、いや、これはいかんのよ、これはいかんのよね。いかんとはどういうこと。色が変わるき、うん、ご飯がよくないけん、ひとつ食べたきゃわからん、うん、ねえ、死んでないか。いや、そんなことない。もうこれでいっちゃうけどね、うん、いけるいける。巻こうとも言ったけども、うん、火つけろ、うん、あれをしました。
握りにする。そうよ。それを、握りやと思うよ、俺。違う、握りじゃないでとか言っていらないから。うん。これはあの生のまま冷蔵庫入れといたら置けるきね。うん。あ、味が。これつけたらいかんが。色が早変わるよ、ほら。味がなんかその、旬でない半日おかんとって言うけど、半日おかんでもこれだけできたら上等。うん、うん、美味しい。いや、これは半日おかれんで。言うたろ？置いた色。あれ、琉球も半日ぐらいおかんといかん言わんかった？言わん。これはおかれんが。どれぐらいつけちょくんよ、琉球は。だから、あの、これを置けたの。え、どういうこと？これをこれほんで最後までしてなかったわけ。はようにしたらね。え、琉球はどれぐらいつけたらいいの？その酢にはっていう話今。だから、うん、10分ばしかつけられないお酢。あ、そう。じゃあもう十分時間経っちゅうろ。これはね、煮込んでこれはできたわけよ。帰ってから。うん、これは半日。この汁もったいないね。うん、なんか使えそうなね。まあ、お汁がたっぷり入っとったらいいのね。うん。ご飯ちょびっとじゃないか。うん。あれ、余計一周すぎた。こっちをやらん。あの西洋皿みたいなの、こんなお皿取ってくれん。西洋皿盛り付けてみるっけ。それは違う、その下。ここへ取ってみて。はい。これらご飯が多すぎるほら。まあ、絵はね、盛りだくさんで。いや、間違えた。あ、綺麗な。ね、で、ここに卵。うん。これ、漬け持ってやるけ。梅酢は、ちょっと失敗しちゃう。いや、梅酢も食べてみたい、せっかくへ。トムヒロが食べただけ、これ綺麗にしちゃったら、もうあと。梅酢もちょっと握って。え？梅酢も握って食べたい。これ置けんねん。でもどうだね。うん。お皿が小さいね。うん。まあええわ。いっぱいあって。お皿が豪華なね。お皿が小さい。一つきれいに作ったら、あとはどうでもいい。これ綺麗なの。で、うん、これ入れる。
綺麗な。綺麗なね。お正月に作ったらええような。ああ、いいね。本当に必要。うん。ほら。うん。これ見てみて。うん。もう一つ入るね、これ。うん。琉球。琉球か。うん。これ二つにする。残し中じゃないよんで。うん。負けちゅ。はい、ちょっと食べてみてからこれをまだおかずにしようか。ちょっと入れてちゃうの。うん、せっかく作るの。ちょっとお箸取って。赤いの。赤いの。うん、今日作るよらん。うん、トモイロ赤まんき、こっち入れといたら。うん、無理無理いっぱい。はい、はい、3号のご飯って少なかったね。この琉球のこれは、うん、美味しいのよ。おばあちゃんもこれ好き。美味しい、これ大好き、本当にかなり美味しい。もう一回、もう一つ食べてもう一つ食べ。琉球が一番美味しいだろ。ね、琉球うまい。ね、琉球が美味しい。うん。これは美味しい。明日の楽しみじゃん。うん。もう一回そこ、琉球があるき。うん。明日琉球の何を作る？琉球とね、うん。あの、なんか、マグロ買うてきたい。ああ、ね。ええね。作りたい。これ太い木。え？これ太い木歌うとにする。足らんなと。加減なことするんじゃいけ。まあまあ、ええわね。何？これもやり直す。もう最初から分量ちょうどにしとったらよかったの。え？後からないなるやったら。だって、お寿司屋さん行ったらこれくらいだよね。いや、それ場所によるやろ。うん、けど大体小さい。これは大きい。おばあちゃんかまいきなんだよ。おばあちゃんこれ。これを食べれるから。うん、これ食べらせてあげよう。はい。おばあちゃん、これ。りょうくんが一番おいしいね。うん。旬のもんやや。みょうががね。まことおいしい。みょうがが甘酢の方が好きよ、おばあちゃん。うん、確かに甘酢の方がおいしいわ。ね。うん。あ、食べる。はい、食べましょう。できたね。そうなりました。いいえ。あ、おいしそうな。できたね。ここ上から。いや、見事、立派にできた。おいしそう。